急いで帰ってきました。いや見ずにね、何の情報も得ずに帰ってくるんがこんだけ大変だとは思いませんでした。ということで高松の土産ね、僕が買ったのは、まあ本命ファストフォースなんですけど、はい、本命ファストフォース、僕はもうこのオンババになるってことが分かってから一つ決めたことがあって、前残りそこに重視しました。はい、ってことでファストフォース金層ではね、差しもいけますし、まあ、なんといっても前行ったメイケールとの勝負、あのレースも強かったですし、うん、十分ここで前展開になれば届くんじゃないかなと、負けないね、思います。ってことで僕買ったのは、こちらですね、こちらとこちら、あれこれ外れてるやつですね、いらんやつだ、これですね、これと、まあ、ノート、無料ノートでね、書いたやつが買い目となります。ということでもう早速見ていきましょう。これですね、はい、ファーストフォース13番だけ追っかけます。とりあえず一応77の枠連も買ってるんで、はい、ファーストフォースとあと2頭絡んだ馬連、はい、そこが来ればっていうところですね。よいしょ、スタート。じゃあ間違えた、待て、ファーストフォースディオナスタート。さあ行くぞ。はい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 、先行争いは出ていく10番オパールシャルム、キルロード行った、アグリも行った、キルロードが行きました、はいはい、キルロード間からダディーズビビット、内2番のウォーターナビエラ、外を取って12番のアグリ先行作戦メートル切りました、間からメイケーエールも少し位置を上げていく、いやファストフォースこれやばいな、外からは18番のウィンマーベル大外から、それから13番のファストフォースが続いています、ファストフォースどこ行った、中段の外目になりました、それからベントボーチは中段の前、もう終わる、いやいや、こんな頑張って予想してきて、もう終わる、9番のディビナシオンが行きました、それから6番ファストフォース17番のボンボヤージ、後方から2投目、最後方から16番アグリな、アグリなんで35秒後タフなコンディションで4コーナーのカーブ坂を下っていく、ファストフォース来てるな、ちょっと待って、あるぞ、バグ待ってこい、そこアグリ、ファストフォースある、外からウィンマーベル、間からは13番、あいつファストフォースやな、お、待って、えぐい、その後ろに8番のロータスランド坂を上がる、今度は内から13番のファストフォースか、ファストフォースか、ファストフォースが先頭か、外からナムラクレア、外からナムラクレア、間12番のアグリ、8番のロータスランドなどついてくるが、13番のファーストフォースか、ファーストフォース、15番のナムラクレア、ファーストフォースだ、77、オッケー、でもいいよ、15番ナムラクレア、待って、1番とナベスーラ3着、15、あ、ナムラクレア、やった、ウィー、やばい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 、待ってくれ、一着コンテ勝ってない、一着コンテ勝ってない、何してんの俺、待ってくれよ、いや待てよ、ちょ計算するわ、枠連まず3300円、持ってる3連複100円、え、1やった、来たの、トラスーラ、トラか、いやじゃあ全部枠連だけや、ケモンタワー、あ、でした、言ってやろう、よかった、次回は阪神競馬場4月2日参戦、現地参戦いたします、ロベルトと行ってくるます、撮りたいね、次も